This time I want you, like it's been
あるような流行りの K-POP から日本のアイドルの曲まで様々なジャンルのダンスをたくさん踊りました。短い期間の中での練習でしたが、今日の日のためにどのグループも練習をたくさんしたことが伝わってきました。皆さんはどのダンスが印象に残りましたか？4曲目に踊ったのは JO1 のラブシーカーという曲でした。普段あまり私たちが挑戦しないボーイズグループの曲を踊ったので難しかったですが、楽しくかっこよく踊ることができました。9曲目に踊ったのは TWICE の Talk the Talk という曲でした。メンバーの可愛さとかっこよさが合わさり、とても魅力的なダンスでした。いよいよ次の曲が最後となります。最後の曲は BLACKPINK の As If It's Your Last という曲です。自分たちで1番と2番でメンバーを入れ替わるところや立ち位置を考え、見ている人が楽しめるように工夫をしました。1年生の元気な振り出しさとかっこいいダンスを生かし全力で楽しんで踊ります。ぜひ盛り上がってください。それではどうぞ。